こうやって金メダリストの方とちょっとインタビューできるのはなかなかないと思うので、どうもありがとうございます。お願いします。で今回あの CM で、まあ、実際こういつものプログラムと違うじゃないですか。こうやって決まったものをやっぱりこう撮影していく、はい、っていうことに関して難しさっていうのはそういうのありました。そうですね、難しい感じはありましたけれども、ただ表情での CM 撮影っていうことでやっぱり僕らの、ね、畑じゃないですけど、うん、やっぱり僕らがいつもやってるところだったので、うん、なんだろう、セリフを言ったりだとかそういうものよりは緊張はしなくて、まだ自分が体を動かして表現できるっていう点に関してはすごく楽しんでまた楽にできたなと思います。うん、こう現場は、ね、こう明るくて良かったです、はい、お話もさっきありました、はい、やっぱり陸上とは違ってやっぱり僕らがいつもやっている場所でそのいつも通りに演技をして届けるっていう感覚だったので、まあ、本当に自分も気負わずに慣れてないことをするというよりもやっぱりいつも通りにやろうっていう感じはありました。これやっぱり実際撮っている時ってやっぱりこう、まあ、いつものことですか、そんなにあれですか。まあでも試合のようには緊張はしましたね。やっぱりただ本当にその段取りも本当に良くて、で僕自身なかなか、まあ、その CM 撮りということに関しては慣れないことがあったんですけれども、ただ本当に実際こうやってできてみて本当に素晴らしいものに作っていただけたなというふうに、まあ、いつもはこうフィギュアの衣装ってなりますけど、はい、赤い、ね、はい、洋服で着て演技して、はい、やっぱり心もやっぱちょっと違いました。赤一色ってなかなか着ないので、まあ、フィギュアの衣装ってすごい華やかですし、はい、本当に派手なものが多いんですけども、なかなかこの赤一色っていうものもまたいいなっていうふうに思ってました。今日土屋さんと松井さんこう両手に花みたいな感じで、恥ずかしいですね。で本当に、ね、こんな素敵なお二人に囲まれて、ね、お話できるので、こうやってイベントに参加できるのは本当に嬉しいです。